はい、花虫君チャンネルです。今日、D1 の木内選手がガレージミラルダのね、車庫調の足のセットアップをするっていうことで、結局セットアップって人によって考え方も違ったり、いろいろね、やり方もあると思うんで、どういう狙いでこう変えるのかとか、いろいろちょっと聞いていきたいと思います。さあ今ね、スペシャルショックの方がもうついてるんですけど、ショック、ね、ガレージミラルダのあれ、これ木内さん今リア何キロですか？これは3キロ3キロ。じゃあちょっと走りも撮っていきます。よろしくお願いします。はい、はい、あんまりなんすか？いやあんまり3キロとか使わないよねって、はい、ああでも3キロといっても普通の3キロとはちょっと違うんですよね。これ違うんですよね。それの考え方はちょっとわかんないけど、面白いですねこれ。なんすかこの入れ方。あ、空気を抜くのか。いや、え、違う。温泉タンクの元に、はい、あの弁がついてる。あ、それを押すんですかこれが、はい、押して入れないと、いっぺんに入れちゃうと溢れちゃう。あ、電動で楽ちん。これからね、木口さんが出るんで、木口さんにちょっと乗せてもらおうと思います。そこからまずね、どんな感じなのか体験して、なんかいよいよミッションがあの、ね、間に合って無事入ったということで。なんていうミッションがあれなんですか？あえての、あえて無言にしておきます。あ、そうです。なんか交換音をつけてください。あ、そうですね。はい、TTI です。TTI、はい、いや間に合ったんですね。はい、なんとか、ね、コロナのとんでもない影響で、はい、だいぶ心配させられたわけですけど、まあ、無事、ちなみにあの外から聞いてると音めっちゃかっこいいんですよ。あの、はい、ね、ガシャコンガシャコンって入る音が、まあ、やっぱり使っててフィーリングもすごいいいんですか？いいですね。まあ、やっぱ違うんだ。やっぱりあの、大丈夫、全然問題ないっす。、まあ、いいネタ提供って。そうですね。まあまあこんなんね、ガソリン入れてりゃね、みんな1回ぐらいはあのセルフスタンドで経験したことあるかな、どうかな。気をつけてください。はい、みんな気をつけましょう。リーさん、ちなみにあの奥井向きは何速で走るんですか？メインは奥井向きは、はい、この間は、はい、3速まで使ったんですよ。おー、だけど距離とかを考えて、はい、2でいけるんじゃないかと思って今回そういうセットにしてます。あ、なるほど、はい、2でいけた方が追走の時とかも有利な気がしますね。まあじゃあちょっとこれから横乗せてもらうと思うんで、よろしくお願いします。潜入。さあみんなもね、いっぱいもう走り始めてます。さあ行ってみましょう。さあ行ってみます。お願いします。あ、ハンドル。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 タイヤチェンジですね。せっかくなんで、はい、ちょっとバネを変えてみようかな、はい、おー、あ、じゃあ今からついに始まるんですね、はい、小坂スパイスです。あ、小坂スパイス、なるほど。あ、やってますねもう。さあついにショックが2本車から外されました。
さあこれが3キロのバネで、そこから今度変えるのがこっちのなんだろう、サスペンションプラスですか、これバネレートはこれはいくつなんですか。これは4キロです。4キロ、あ、まあ、自由調は同じでバネを3から4に上げるとですね。じゃあ2本とも交換してフィーリングがどう変わるのか、ね、キングさんのインプレッションもちょっと聞いてみたいと思います。小坂さんがもうバネを組み上がったので、これからそれをね車に取り付けていきます。そうですね、ここからアッパーのボルトが1音とかと13系と同じような位置にあるってことですよ。バネをね3キロから4キロを変えて、これから、木口さんが出走します。まあね、どんな感じに変わるのか楽しみですね。あ、和美も行ったから、なんか D1 車両の2台で素晴らしいランデブー。またガス量入れると、まさにチームだ。さあ、樋口さんの、ね、マシンのトランクの中、すごいよね、こうやってもうラジエーターを前から風からこの中にね全部取り込んじゃうと思われて。どうぞどうぞ。これトランクってつけないとなんか問題あったりするんですか。いや、それはないですか。かえってない方がいいかもしれない。あ、ない方が、あ、なるほど。本番がね、結局どっちで行くのか、3キロで行くのか4キロで行くのか、まあ分かんないですけどね今。木口さんがまあ結局ね路面の見えとかでも違うかもしれないんで、よく考えて、まあ、決断するそうです。まあ来週ですからね、本番が楽しみですね。まあそんな感じで、来週の結果もまあ気になるところですけども、まあみんなでぜひ応援していきたいなと思います。明日の夜9時にまたお会いしましょう。以上です。さあ、木口さんも旅立たれました。さあ、メカニックの小坂さんも、じゃあ頑張ってください。いやー、来週楽しみです。